ルイス・ハビエル・ガルシア・サンス。ルイス・ハビエル・ガルシア・サンス。ルイース・ハビアー・ガルシア・ソンズ。1978年6月24日帯は、スペイン・バダロナ出身の元サッカー選手。元スペイン代表。ポジションは MF、左サイドハーフ FW、セカンドトップ。カタルーニャ州、バルセロナ県、バダロナに生まれ、FC ・バルセロナの下部組織で育った。FC。 バルセロナビーデにシーズンを送った後、1999年夏にプリメーラディビジオン一部のレアル・バリドリードにレンタル移籍し、8月22日の CD ヌマンシア1000でトップリーグ初出場を果たした。2000年1月には西軍ダディビジオン2部の CD トレードにレンタル移籍し、1999から2000シーズン終了までに4得点を挙げたが、 CD トレードはセグンダディビシオン B3 部広角となった。2000から01シーズンにレンタルで所属した CD テネリフェではラファエル・ベニテスただしの下で16得点と大ブレークを果たしプリメーラディビシオン昇格を決めた。2001から02シーズンは再びプリメーラディビシオンのバリアドリードにレンタル移籍し25試合に出場して7得点を 挙げたが、その中にはフルステネリフェセンでの2得点も含まれる。2002年夏、360万ユーロの遺跡金でアトレティコ・マドリードに完全移籍し、2002から03シーズンは9得点と気を吐いたため、ユース時代に所属していたバルセロナが優先交渉権を行使し、140万ユーロを支払って獲得した。2003から04シーズンはバルセロナのトップチームで、 初めてプレーし、バレンシア CF に、勝ち点誤差のリーグ戦2位でシーズンを終えた。2004年8月、CD テニリフェ時代の恩主ベニテスが指揮を取っていた、プレミアリーグのリバプール FC に移籍した。移籍金は600万ポンドであり、背番号10を譲り受けた。そもそも L イコール8デューフの控えとして加入したが、デューフの代役以上の存在であることを証明し、 チームの攻撃陣に欠かせない構成要素となった。8月29日のボルトン・ワンダラーズ FC 戦でプレミアリーグデビューしたが正当だと思われた得点はオフサイドという判定で認められなかった。9月11日にアンフィールドで行われたウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦で遺跡後初得点を決め2005年3月20日のマージーサイドダービーエバートン FC 戦 二から一でも得点するなど、2004から05シーズンは、リーグ戦で8得点を積み重ねた。UEFA チャンピオンズリーグでは、準々決勝のユベントス FC 戦ファーストレグで、放った、ドライブシュートが決勝点なり、準決勝のチェルシー FC 戦の4分に決めた、得点は、相手のジョゼモーリーニョ監督から、ゴーストゴールと呼ばれる疑惑の決勝点となった。5月25日には、 AC ミランとの決勝戦に出場して PK 戦の末に勝利し2004から05シーズンは UEFA チャンピオンズリーグのタイトルを獲得すると共に公式戦を通じて13得点を挙げキャリアの前世とも言えるシーズンとなった2005年夏の UEFA スーパーカップ BFC チェスカモスクワ戦ではチームの3点目を決めてタイトル獲得に貢献した 2005から06シーズンは大きなインパクトを残せなかったが FA カップ準決勝でチェルシーを下したゴールのように重要な得点をいくつか奪った。準決勝後のリーグ戦、皮肉にもウエストハム優先であったで退場処分を受け決勝のウエストハムユナイテッド FC 戦には出場できなかったがチームは PK 戦の末に勝利して優勝した。2007年1月10日 フットボールリーグカップのアーセナル FC 戦がリバプールで最後の試合となった。この試合で右膝の全十字靭帯を損傷し、少なくとも6ヶ月は戦線離脱することになった。リバプールでは公式戦121試合に出場して30得点を決めたが、このうち10得点は UEFA チャンピオンズリーグで決めたものであり、この10得点の半分は2004から05シーズンの 同大会決勝トーナメントで決めた得点だった。サポーターとの関係は良好であり、You are my sunshine というちゃんと、ルイース・ガルシア、Headrinks Sangria、He came from b e r s e サ bring us j o y He, i s five f o o t s e e v n He, i S-Football Haven e、So please don't take our ルイース away が頻繁に歌われた。リバプールのウェブサイト上で行われた。 コップ、リバプールサポーターに衝撃を与えた選手100人を選ぶオンライン投票によると現役選手としてはジェイミー・キャラガーとスティーブン・ジェラードに次ぐ43位という高位置にランクインした。2007年8月21日にはリバプール TV がルイス・ガルシアからサポーターに向けられたメッセージを放送し多くのファンを感動させた。2007年夏。 29歳となった、彼は移籍金約400万ユーロでフルスアトレティコに移籍した。ほぼ同時期にはフェルナンド・トーレスがアトレティコからリバプールに移籍したが、2つの移籍交渉は別々に行われた。移籍初年度の2007から08シーズンは主にポルトガル代表のシモン・サブローザの控えを務めたが、リーグ戦30試合に出場した。 2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーググループ。同シーズンはポジション争いが一層困難を極め、後半途中からピッチに送り出されることが多かったほか、試合への招集リスト18人に含まれないこともしばしばあった。2009年8月11日、ラシン・サンタンデールと1年契約を結んだ。2009から10シーズンはリーグ戦15試合の出場。 無得点にとどまり、ラシン・サンタンデールは過労じてセグンダ・ディビシオン。2010年8月28日、キリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC と1年契約を結んだ。9月4日、フルスリバプールのジェイミー・キャラガーの功労記念試合、エバートン FC 戦に出場し、2分に得点した。その3日後の9月7日には、カンプノーで行われた。 UEFA チャンピオンズリーググループリーグの FC、バルセロナ戦の終盤20分間に出場した。2011年7月1日、メキシコリーガ MX のプエブナ FC と契約した。7月23日の CEF アトラス戦で移籍後初得点を挙げた。2012年に同リーグのアナム・プーマスに移籍した。2014年1月14日に、 現役引退を発表した。2014年7月、自身のツイッターで現役復帰とインディアンスーパーリーグのアトレティコで、コルカタに加入することを発表した。2004から05シーズンは、リバプール FC に移籍して実り多いシーズンを送り、2005年3月26日に、サラマンカで行われた中国との親善試合で、スペイン代表デビューを果たした。二千六 f i f a ワールドカップ。 ヨーロッパ予選プレイオフスロバキア戦では、ハットトリックを挙げ、本大会出場の立役者となった。本大会の参加メンバーにも選ばれ、先発出場した、グループリーグのウクライナ戦とチュニジア戦に勝利したが、後半途中から起用された決勝トーナメント1回戦のフランス戦に敗れて敗退した。既婚者であり、二人の子供がいる。FC ゼニとサンクトペテルブルクに在籍している ガルシアはいとこである。2 8 3 6九十3 4コールスパンイコール2443177777184。15で3三2 1 1 1 8 33141000。06零20194。0 0 0十4 3 8 3 9七3 1 7 5 5 0 5 2 15457115。通算184。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。